はいどうも、YouTuberの米田金、略して米金です。今年88歳、末広がりな YouTuber でございますわよ。もうね、言われてるんですよ、よく一人でおしゃべりできますねって。私ね、喋り出すと止まらないんでございますわよ。止まらない、止まらない、止まらないといえばロマンチックも止まらない。にゃー、早く先行こうだにゃー。今から大切なところだよ、あなた。にゃー、ちょっと早いわよ、行くわよ。長いキスの途中でふんさりげな首飾りを外したふん。ズコズコニャニャズコニャニャ、チャンネル登録者2人。さあ、今日も偉人墓参りでございますわよ。今日はもう日本文学界の偉人、夏目漱石先生でございます。夏目漱石先生といえば数々の作品を残していますが、学校の教師もしていたんですね。英語の教師ですって。にゃにゃ、教師といえばやっぱり教師ビンビン物語。長に事を隠すわ、案外下手だろう。にゃんと、最近トシちゃん気に入ってるだにゃ。夏目漱石先生といえば名作をたくさん残していらっしゃいます。我が輩は猫である、あれは初めて衝撃を受けた作品だわ。我が輩は2個である。にゃ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 んと、そこにつなげたか。でも私が好きなのは坊ちゃんかしら。にゃ、そういえば坊ちゃんが好きな場所って知っている？正解は池です。にゃ、坊ちゃんが池に落ちたぞ。坊ちゃん、ズコズコズコニャニャズコニャニャ、メンタル強し。さあ、ここからは池に落ちたシリーズ。おばあちゃんが池に落ちたぞ。おばあちゃん、あら、どっちらけったらどっちらけ。石も落ちたわよ。スター、わお、ビューティフォー。郷ひろみが池に落ちた。ジャパン、チャンネル登録者いっちゃうだにゃ。ジャパン。夏目漱石といえば都市伝説的に言われているのが I love you をとても素敵に略したと言われているわよね。なんて略したか皆さんはお分かりですか？にゃにゃー、なんだにゃー。 I love you を月が綺麗ですねと略したとか、はあ、私だったらなんて略すかな。尾崎豊。独自の発想がすごすぎる。I love you、 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。 I love you、 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。まさかまさか、それはトシちゃんをぶっ込んできたか。もうやめろ、我が輩が説明するだにゃ。夏目漱石さんのお墓は雑司ヶ谷駅から10分ほどの雑司ヶ谷霊園の中にあります。そんなお墓がこちらだにゃ。にゃ、お墓参りもロマンティックも止まらない。にゃ、誰かティラロマンティック止めてティラロマンティック、夢が、あ、また飛ばしちゃったにゃ。苦しくなるロマンティック。にゃ、チャンネル登録よろしくね。郷ひろみが池に落ちた。ジャパン。にゃにゃ。